線路に倒木のあった JR 原宿駅から中継です。お願いします。私今山手線の原宿駅にいます。今ちょうどですね、電車が止まっているので、木の倒れかかった木がちょっと見えないんですが、強風のためですね、今現在木が架線にもたれかかっています。加藤さん続けてください。あ、動き始めましたね。もしもし、はい、こちら聞こえております、はい、報告を続けてください。今電車は動き始めました。JR 原宿駅前からの中継です。私は山手線の原宿駅にいます。強風のためですね、木がですね架線にもたれかかりました。強風のため木が架線にもたれかかって、今現在ですね、外回りの山手線が、止まっています。原宿からですね恵比寿の向かうその乗務員が気づいて通報がしましたが、たまたま電車はいなくてですね、乗客乗員に怪我人はいなかったということです。今後の復旧のめどなんですけれども、この倒木を取り除く作業とですね、それに合わせてその、他の設備にですね影響がなかったなどを確認するためですね、現在復旧のめどは立っていないということです。